プロ野球の巨人、米大リーグのヤンキースなどで活躍した松井秀樹さん、49が5日、出身地の石川県のみ市で小学生や未就学児を対象とした野球教室を開いた。能登半島地震で被災した同県の子供ら約150人が参加。松井さんは大変な生活を送っていると思うが、 一歩ずつでも前に進んでほしいとエールを送った。強い日差しが降り注ぐ中、松井さんは身振り手振りを交えながら、打撃について指導。自身も打席に立ってフリー打撃に臨み、ライトフェンスを越える打球を見せると、子供から歓声が上がった。松井さんは取材に、子供たちからは、自信を感じさせないほどのエネルギーをひしひし感じたと感想を述べた。